なんかこう持ってて安心するものそれをそれがちょっと作ってみたかったんですよね。理由がないっていうのがいいなと思って人を作ってるんですよね人。人を作るってまあ人の形を借りてるって感じなんですけど。 まあこう自分も人間人だし、まあ見ているものもまあ必ず人がこう入り込んできたりとかするので、うんまあ一番見てるっていうところが大きいですかね。なんかそのお題とか場所の特殊性とかっていうのにはえっとなんかこう反応したいというか。 だから今回はショーケースだったので、まあ、そこのケースとしての意味合いがしっかり伝わるようにで中のものもケースに守られないとダメなのダメかなと思ってやりましたもう触っただけで形が崩れちゃうとかそっちにそのケースの意味合いを置こうかなと思って それで今回はその油粘土っていうものを使って。まあ保存がなかなか難しいものを使って。まあ一回性の展示って自分では割り切って。やってみました。みんなのためにっていうわけではなくて。まあ僕のためだったり、まあ誰かのためだったりみたいな。本当になんか。パーソナルな個人的な。 その神様みたいなもので全然いいなと思って信仰心とはちょっと別でまあなんかその何かを信じて作るとか見るとかえとあとは書いてみるとかってことなのでうん,なんかそういうある種のこうずっとこう同じ道を考え続けてまあ信じて 作るっていうところになんかその宗教的なモチーフを使うきっかけがあったのかなとは自分で思ってるんですけどまあその僕は彫刻を学んで大学を出たんですけどこれが彫刻かどうかっていうのは結構うん今は保留遅延して考えてもいいのかなっていう気はしてて。 うん、そこになんかくくってしまうのもちょっと窮屈だしかといってその彫刻的な要素がないかと言われると全然そうでもないのでまあ、うん、そのどっちつかずな感じが心地いいかなっていう気はしてます。